日本全国、一宮。佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄編。日本には8万社を超える神社があると言われています。中でもその国で最も高い格式を誇るのが、一宮。今回は、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の一宮パッシャを紹介します。肥前の国一宮、四里九八幡宮。佐賀県みやき町にある、四里九八幡宮。逆さに植わった千個の栗にまつわる伝承から。ちくりと書いて、ちりくと読む。聖武天皇神祈願年の724年の創建。主祭神の応神天皇のほか、中愛天皇など六柱を祀る。10世紀中頃の承平天行の乱の際。大部宮、藤崎宮、新田宮、鹿児島神宮とともに、宇佐八幡御所別宮となり、朝廷からも厚く崇敬された神社。146段の石段の上からは、筑紫平野が望める。一の鳥居は柱、抜き、笠木が三本継ぎの肥前鳥居。肥前の国一の宮、淀姫神社。佐賀県佐賀市にある、淀姫神社。欽明天皇25年の564年の創始。境内には樹齢1450年の大楠など、数々の巨木が立つ。祭神の淀姫の御事は、神宮皇后の妹神で。水、川、海の守護神として崇拝される。この地では人々を守るとされるナマズは、食用としない。三と三の鳥居は、肥前鳥居。三本継ぎ、下が太い柱、笠木両端の跳ね上げが特徴。一の鳥居は2キロほど南にあり、探すのが大変。肥後の国一の宮、阿蘇神社。熊本県阿蘇市にある、阿蘇神社。2016年の熊本地震で、楼門、拝殿などが倒壊。現在も復旧工事が進む。創建は、孝礼天皇9年の、紀元前282年と伝わる。神武天皇の孫で、阿蘇を開拓した武岩龍皇をはじめ、十二神を祀る。1、2、3の神殿は、ダース・ベイダーを思い出す。全国に約500社ある阿蘇神社の総本社。阿蘇山頂の火口湯だまりは、阿蘇神の御神体。日向の国一の宮。角神社。宮崎県角町にある、角神社。創建は、初代神武天皇即位の6年前とされる。神武天皇が当選の際、この地に立ち寄り、武運長久などを祈念し祭神を祀ったことが起源。祭神の御名無知の御事は、多くの火を目取り多くの子を設けた。そのため、縁結び、子孫繁栄の神とされる。大隅の国一の宮、鹿児島神宮。鹿児島県霧島市にある鹿児島神宮。創始は初代神武天皇の代とされる。祭神は彦母帆で美濃命と、その妃神の豊玉姫の命と、
彦母穂出美濃は、山幸彦とも呼ばれる神武天皇の祖父。この地に高千穂の宮を構え、農耕、畜産、漁漁の道を教え、国家の基礎を作った。本殿は九州最大級の規模。小八幡宮をお墨小八幡などとも称し、全国の小八幡の本宮でもある。薩摩の国一の宮、新田神社。鹿児島県薩摩川内市にある、新田神社。創建年は不詳。高麗橋を渡り322段の階段を上る。祭神は天津日高、彦穂の二々の御事。二々の御事は高間の原から稲穂をもたらし、高千穂の峰で初めて米を作ったという。笠佐の宮を経てこの地に移り住み、この地で亡くなり墓が作られた。これが本殿背後にある絵の御ささぎであり、新田神社の創始という。車で本殿近くまで行けるが、できれば階段を登りたい。薩摩の国一の宮、平木神社。鹿児島県指宿市にある平木神社。本殿背後の開門岳山頂に奥宮の御嶽神社がある。参道の正面に直主殿があり、両脇に長丁が連なる。その後ろに拝殿、幣殿、本殿がある。創始は神代に遡るという。祭神の王昼目無知の御事は、高間ヶ原を治める天照王御神の別名。南佐地方一帯の総氏神とされ、特に航海安全、漁業守護の神として崇敬されてきた。琉球の国一の宮、波の上宮。沖縄県那覇市にある波の上宮。創建年は不詳。祭神は、イザナミの御事、ハヤタマオの御事、琴坂オの御事の御柱。沖縄らしい鮮やかなオレンジ色の拝殿。社殿を守るのはもちろんシーサー。古来より那覇港を出入りする船は、崖の上に立つ神殿に、航海の安全を祈った。坂樽ではなく、坂亀が奉納されているのもいい。神社の裏は、波の上ビーチ。橋の上から本殿がよく見えるが、歩くとかなり遠い。ぜひご参拝ください。ご視聴ありがとうございました。